前回のキヨクラはエンチャントテーブルを作るためにまず牧場を作りました。あれ牧場って呼んでいいですか。まさかの牛の海みたいな感じになっちゃってまあその後は、まあ、あのダイヤのツルハシエンチャントしたり、まあ、サトウキビ育てたり、そうだね、なんかその、ね、ネザーに行くための用意をしてた感じだね。でいよいよ今回で、今回はネザーに行きたいと思います。あーあーやっす。どうも皆さんこんにちは、キヨクラです。そしてアヨツです。大原です。ということで今回もキヨクラやっていきます。今回はパート9なんですけども、前回ねその準備して今回ネザーに突撃していきたいと思います。やっと来た。あれネザーにあるさ、なんだっけ、神殿じゃなくてネザー要塞、ネザー要塞、ごめんね、まだまだ覚えられてないネザー要塞を探すまで終わりまでにしたいところなんだけど、でもあれって運でしょ。まあ大体運だから30分くらいは探そうよ。30分間は探そう。だから今回はネザーに行くんですけど、そのためにまあ防具ちょっとエンチャントしたりして行こうかなと思ってます。オッケー。でマジ見つけたいね。ほんと運、まあ、ほぼ運だね。ガチ運、ガチ運、ガチ運だね。じゃあ俺いい感じにエンチャントしていいっすかそうだね、いい感じにエンチャント。今回のコメント、はい、この本もあるからね、こちらタカさんから、お毎日の楽しみになってるってコメントいただきました。ありがとうございます。ありがてえ、めっちゃ嬉しくない。いいね。なんかその人の楽しみになるってすげえ俺的には嬉しい。相当なことよ。ありがとうございます。ということで、いつもねちょコメントも読まさせていただこうと思ってるんで、ぜひともコメントお待ちしております。いやっす、これもう全部やっちゃっていい3つ。まあ、ぶっちゃけた話をすると、はい、この最初の時のエンチャントテーブル、うん、レベル3でも大したもんつかないのよ。でもあの、うん、経験値は3使っちゃうから、確かに1とか2でも十分、ほら、つくやつが一緒です、全部。確かそうやね。俺1でいいやじゃん。うん。早い。ちょっと消極的。でも確か俺、ごめんなさい、あのね、庄司さんね、僕動画外でクリーパーに襲われて死んだんすよ。ね、あれ衝撃的だよね、ちょっとね。多分俺死なないでねって言って5秒ぐらい死んだ、ね。5秒ぐらい死んだ。だからそのせいで、経験値15あったのが、まさかのね、減ったね。減って7とかになっちゃったから、だからこの判断は別に正しいと思う。ついにちょっとネザー、ちょっとね、ネザーは初だからな。ネザー作っちゃうマウンティン。待って、糸は、糸は、あ、こちら差し上げます。お、まさかあなた糸と弓を作らせようとかしてるんじゃないでしょ。キャー私、弓をね、これです。あ、水槽かこれですか。いや、あの結構、これ1本でいい。あ、ポン。いや、よかったよかった。でも矢がさ、2本、矢がないね。矢が全然ないんだよ。俺今15本持ってるから、はい。いやでも待って、それで言うと俺外します。俺、え、俺絶対外すからいや大原、矢持っといた方がよくない。ただ、うん、ここで打たなきゃ一生当たりません。わかりました。あげるって。うわ、10本の矢ですよ、これが。これ我々の希望だからね。希望だね、マジで希望だね一応外しても回収はできるんだよ。あ、そっか。この打って取りに行く。だからマグマとかに落ちた方がいい。そう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 。てか俺かっこいいな、現実世界から離れてるよね。ゴブリンエリート部隊だ。そうだよ。おー、危ない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 、やんのかやんのか。待て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 、お、結構やって拾える。あー、ほんとだほんとだほんとだ。では安心と。じゃあもうネザーゲートスクリング作っちゃいます。いい、よろしいでしょうか。お願いいたします。よし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 、ありがたいありがたいありがたすぎる。よろしいでしょうか。この筒の横に2個、うん、あれあれあれあ、あれ、あ、2個足んねえ。え8個か。8個しかそういうのねえわ。10個か必要なの。取りに行ってきます。お疲れ様でーす。お疲れ様です。2個取ってきまりました。あ、ありがとうございます。あれ、どっかに置き間違えるっていうギャグはしなくていい。ポチン。尺にもならない。ここで火打ち石を、火打ち石って、あー、そっか、矢尻あるかな。じゃあこの黒曜石をタップすればいいんだよね。そう、あの黒曜石のあの下の部分、ここでいい、ここでいい。面の上の目、上の目、こわ、せーの、のポン、はい、うわー、できたー。こわ、いきなり異世界観出たね。ネザー行く前もうあれでしょ、希少品は全部置いてきたいね。ダイヤモンドのツルハシもダメ。ダメダメダメ。大原チェックくださいよ。はい、オッケーオッケー。いやー、これなんか狩りに行く前の戦士ですよ、これは。いや、我々今から戦いが待ってますからね。目標はネザー要塞、ネザー要塞を
探検し見つける出すことか。ああでもさ運でしょ。俺運いいよ基本的には。僕の人生確かにこのネザーゲートが作られた先に、うん、まあ、ネザーヤスが目の前にデーンってあるかもしれませんから。確かにその可能性あるよね。ああじゃあ行っちゃいますよ私。え、誰来る誰来る誰来る。ああ、これ地獄の住人が。あ、いていいものだ。ああ、まあこれが基本的にネザーにいるって感じなんだけど。はぁ、あ、出てきちゃってんの。そうだね、たまに湧くこのネザーゲートから。え、倒さなくていいの。あ、こっちが殴んなきゃ無害。めっちゃ仲良さげじゃん。似てるしな。じゃあ行きますか。行きましょうか。それではネザーの世界へ、レッツラゴーゴー。イエス。うわー、よこれ読んだよ、毎回読んだよ。さあやってまいりましたね。来ましたが、まあ、パッと見ない要塞はなさそうだね。今んとこ、うん、現実に帰る時間このゲートを通るしかないの。なるほどね。もし仮に迷子になろうものなら終わり終わり。なんか立てていくとかない。まあここに、うん、あの持ってきた丸石を使って、うん、まあ、簡単な家を作るっていうのもありだけどね。このネザーゲート自体は、うん、黒曜石は壊れないんだけど、うん、真ん中の紫の部分でバカで壊れちゃうのよ。うわ、やべやべ、待って、上を見て。うわ、すごいすごいすごい。あいつが悪い、あいつ悪いやつ、あいつ悪いやつ、あいつが爆破するやつ、発射するやつ、やばくね。そしたら俺ネザーゲートから離れるんだ。危ない。穴開いてる。落ちたら終わり。落ちたら、ここ怖くね。あいつを倒すためだけに意味持ってるか。あ、でも気づかれてないな、まだ。でも今のところなんか大丈夫だよ。だってネザー怖すぎん。ちょっと待って、ちょっと離れよ離れよ。相手敵めっちゃいいんだけど。これはもう、あ、こいつは有効的有効的。こっちが殴んなきゃ。あ、そっかそっか、さっきの間違ってぶん殴ると全員敵になるから気をつけて。一瞬で負けやん。一回もう探しに行こう。ちょっとでね、迷子にならないコツとして、うん、こう歩いたところにこう石を定期的に置いておくっていう。なるほどね。振り返ればもう道しるべが立ってると。そう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 。じゃあ俺、まずじゃあ大原置いてってよ。オッケー。俺枯渇するまで気をつけてね。うわ危ないよ。右行ったら、いや、待って、これ本当にあんの。あるんだ、さあるのさ。いや、マジで危ない。俺手汗すごいもん。落ちたら終わるっていう感覚がすごい。あの、あ、水ないからこっちの世界。怖っ。ちょっと待って、怖すぎる。俺想像の、いや、大原がね、ネザーに行く前に、いや、清香絶対死ぬからみたいなずっと言われてた。いや、俺も 100% どっちか死ぬなと思って。これは死ぬね。俺も死ぬ可能性あるからね、十分。要塞のためだけに来てんの、やっぱり。まあそうだね、基本的には要塞がメイン。でもさ、まず身動きマジで取れないじゃん。うわ、できる。大丈夫、あいつが攻撃してこない限り矢は節約していこう。なるほど。俺たち2人合わせても15本ぐらいしかないから。確かに。ちょっともう早めにさ、要塞を探すためのでも、もう見渡す限りないからさ、歩くしかないですな。これ白いのは何なの。ね、ネザークォーツって言って、うん、まあ、レッドストーンの回路に使ったり。あー、なるほど、ね。まあ、建築かな。いつそれ走り壊すよ。怖っ。ちょっとだけ集めておくか。マジで怖い。行きますか。え、どこに行くの。まあ、とりあえず広いとこ出ようかな。広いところがもうさ、マグマの海がすごくてさ、この辺もね、ちょっとこんな感じでせき止めながら。せき止めながら行くん。こう進んでいくしかない。マジ、じゃあ俺も飼っといた方がいいじゃん、これ。俺が知ってるマイクラじゃないよ、こんなの。おお、すごい。せき止めれば、そっか、道ができるのか。ここは何なの、これ。ちょっと浮いてる感じの。あ、これね、マグマブロックって言って、うん、乗っても一応死なない。ただダメージもらう。痛い、熱いんだ。この辺が限界か。うわ、マジか。橋を作ります。そういう業界、これで。そう。うわ、すごい、大原が。一応周りにあの白い四角いやつがいないかだけ見てくれ。オッケーオッケーオッケー。あいつが来たら俺多分死ぬ。いません。ありがとう。あそこにいるなんか四角い球体わかる？ピョンピョン。あ、いるね、ピョンピョン跳ねてんね。あいつが落とすアイテムで、はい、もうちょい作れるのは先になっちゃうけど、うん、マグマに入ってもノーダメの薬とか作れるのよ。マジか。一応倒しておく。でも間違えてこいつ殴ったら終わりでしょ。うん、気をつけてね。黒っぽい人工的な建物があったら教えて。黒っぽい人工的な建物、それが今俺たちが探してるやつ。でもさ、マジでなくね。まあ、その一個一個、一面一面進んでいくのが凄まじくこう気の遠くなるというか。
しかもこういうマグマの海出ちゃうとね、なおさらね、四面楚歌よね。橋かけたくはねえんだよな。なるべく陸続きで行こう。先輩本当にやるんすか。うるせえ、やるんだやるんだ、俺はやるんだ先輩。あの白い豆腐だけ来ないことを俺は祈って。怖え。俺も行っちゃっていい、そっち。あ、いいよ。うわ、待って、手が震えてるマジで。怖すぎる。もうシフトで行ってるもん。ねえ、なんでこれ。怖すぎ、怖すぎる、マジで。マジで怖い。なんか、負けたらな、死んだら終わりっていう感覚がすごい。それで言うとね、うん、俺も十分死ぬ可能性あるから気をつけて。そういうことだよね。はあ、見つかってくれたらいいんだけどね。あの大原の後ろについていくことしかできない、なんか小僧みたいになってるもん、ね、マジで。マジで、怖すぎて。え、鶴橋がいねえから壊せねえ。あげます。あげます。ありがとうございます。投げました、投げました、投げました。先頭取っても大丈夫だよ。いや、大丈夫、ちょ、怖いっす。ちょっとやっぱ勉強を兼ねて。それで言うとね、うん、こういうネザーラックの山みたいなのあるじゃん、うん、こういうとこ掘るとたまに溶岩出てくるから怖いんだよ。マジで、こっから出てくんの。そうそうそう。どう、出てくる要素なさそうだけど。急に来るから、あれ。これは倒したことに入んないのね。これはだって僕何もしてないですよ。あ、なんか、僕なんかたまたま落ちてったっていうね。僕、何ですか。いや、これあんのかな。あったらいいねっていう。もうそのレベルだよね。いるよ、相手的。襲われたら戦おう。あ、襲われた。マジか。気をつけろ。これ今、あの、弾入ってくるじゃん、うん、あれ一応打ち返せるんだけど、うん、基本的に当たらないと思って、敵には。俺も攻撃した方がいいな。あ、でも消えた。消えたね。上に行ったね。上に行ったら消えた。チェックか。危ねえ。わ、怖っ。あいつが入ってくれたのこんな感じで爆発しちゃうから。はい。ネザーラックだと壊されるから、マルシだと安心って感じ。守れるんだ。そうそうそう。じゃあ、保険でマルシ使っておきますか。あのね、マジで一発だから、見つければ。もう、存在感エグい。存在感エグい。でもこういう平地でしょ。そうだ、こういう平地、その溶岩の海があるじゃん。うん。あそこって遮蔽物が一切ないから、うん、見つけやすい。いやー、ありまへんね。これどうする。もうすでに俺の画面では映ってたけど、視聴者さんのところでは見つけてたみたいな。今なんか6分52秒ありましたよみたいな。ゼロじゃねえな。それで言うとね、俺も結構タスクがばいから。え、ちょっと待って。え、あれ、なになになに、本当に、あれ、多分そうか。え、え、え、いや、ちょっと俺目悪いからさ。目悪いってなんだよ。いや、ぼやけてる。別に目悪くないでしょ。こう見たときに、うん、え、なんか黒っぽいのあるよね。え、あれ、規模がちょっと大きさわかんないけど。じゃ、行こう行こう、じゃ、行こう、待って、行ってみようか。死んだら俺。いや、危ない危ない危ない、マグマ、マグマ、これ圧倒的マグマ。いや、怖いって。いや、本物本物。いや、多分黒いレンガになってる。レンガになってるなってるなってる。あ、じゃ、それだそれ。うわ、見つけてしまったな。見つけてし申し上げた。でも待って、問題は規模だから。規模なの。あのね、たまに橋みたいなだけっていう外れの要塞もあるからね。これどうすか。ちょっと大原さん的に、ここだけ見ると外れに見えるけど。マジ。続いていれば、まあ、どうぞ、あの一角であってほしい。着きました。どうすか。一応、あー、でかそうですね。え、本当に。ちょい奥あるな。うおー、すごい。いやー、待って、めっちゃ奥まである。行くか。待って、ここで弾丸もできねえ。怖えぞ。これどうする、どうする、どうする。エンディング取れないよ。まあ、一旦見つけたから。一旦見つけたから、そうね。ちょっとここで箱を作っとく。ここに、うん、あのネザーのちょっとした拠点作るのもありだし。拠点作ろう。一旦また荷物を取りに帰るっていうのもあり。拠点作ろう。よし、じゃあ拠点作りますか。もう石だよね、石だよね。石石石。はい、ということで、ネザーの要塞見つけました。いや、大原いなかったら絶対来れてない。マジで来れてない。俺ダムしてるよ今回。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。ということで、今日見つけられたということで、見つけちゃいました、ね、次回ネザーの要塞攻撃していきたいと思います。攻撃っていうか、まあ、ネザーの要塞はさ、うん、もうお宝ゲットして、もう根こそぎ取って帰ればいいんでしょ。それがですね、ネザーに出てくる敵の落とすアイテムが必要だから。出たよ、それじゃ勝てねえよ、マジで。マジで戦う必要がある、俺たちは。マジ
ということで、ぜひともね、次回のマインクラフトの楽しみにお願いいたします。大原の YouTube チャンネルリンクもね、説明欄にありますので、ぜひ皆さん登録して動画見てみてください。建築動画とか、おしゃれなにするにはどうするかとかね、いろいろ上がってると思います。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、キヨキヨ YouTube チャンネル登録、こちらをポチッ、チャンネル登録していただけますとね、次回の、マインクラフト、キヨクラも、見やすくなるかなと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録お待ちしております。そして、マインクラフトのサバイバルキヨクラのね、再生リストございますんで、まだ、1からね、見てないよっていう方、ぜひともこちらから、1から見れますんで、こう、ストーリーとか僕らの気持ちにもなれるかなと思います。ぜひとも、見てください。お願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。